ロス・フォン・エリックは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州、グランドプレーリー出身。祖父は、往年のレスラーである、フリッツ・フォン・エリック。父は同じく、ケビン・フォン・エリック。弟は同日デビューした、マーシャル・フォン・エリック。さらに、おじたちもプロレスラーというプロレス名門家の出である。レスリング。 ブラジリアン柔術、アメリカンフットボール、円盤投げなどの各種スポーツ、格闘技経験を持つ。2011年10月18日から22日にかけて、アメリカミズーリ州エルドンにおいて行われた、WLW とノアの合同レスリングキャンプに、弟のマーシャル・フォン・エリックと共に参加。キャンプの監督者には、WLW 代表のハーリーレースや、 父ケビン・フォン・エリックのほか、リッキー・スティム・ボート、ウィリアム・リーガル、当時のノア・ GM の中田竜などがいた。そして、兄弟ともにトライアウトに合格。父、ケビンの強い勧めもあり、祖父、父、おじが活躍した、日本行きを決意。ノアへの入団が決定した。2012年1月14日、弟のマーシャルと共に、ノアへ入団。 日本でも知名度の高いフリッツ・フォン・エリックの孫ということもあり、兄弟と父が揃っての入団会見が、潮止めにテレタワー1階大屋根広場にて開かれ、その模様は日本テレビ G が生放送した。その後、ノア合宿所でのトレーニングを経て、2012年4月20日、カンザス州セダンにおける WLW の興行にて、 当時の WLW 世界ヘビー級王者ジェイソン・ジョーンズとその前の同王者ブライアン・ブレイカーを相手にマーシャルとの兄弟コンビによるタッグマッチでデビュー。以降も WLW で試合を積み6月22日にはミズーリ州スプリングフィールドにてマーシャルとのコンビでジェフ・ストロングとジャック・ギャンブルのストロングレックレスが保持する。 WLW 世界タッグ王座へ挑戦。14分10秒、ギャンブルの横入り式エビがために、マーシャルが破れ、タイトルダッシュには至らなかった。1ヶ月後の7月22日、両国国技館でのグレートボヤージュ2012、両国にて、マーシャルとのタッグでの日本国内デビュー戦が、行われるも、シェイン・ヘーストマイキー・ニコルスに敗退した。 なお、エリック兄弟のデビューは、2005年12月24日の、マイバッハ谷口以来、6年4ヶ月ぶりとなる、ノアにおける新人レスラーのデビューとなった。2019年、弟マーシャルと共にメジャーリーグレスリングと複数年、契約した。ありがとうございます。